到着いるかな。いるね。どれぐらい強いんだろう。なんという強さだフリーザメ。この程度ですか皆さん。準備運動にもなりませんでしたね。孫悟空が到着するまで遊んでいようと思いましたが、もう飽きてしまいました。もしかすると私の力を知ってさっさと逃げてしまったのかもしれません。そんなことお父さんがするものか。貴様孫をなめるなよ。来ない人に期待をするようでは終わりです。もうあなたたちには用はありません。そろそろ殺して差し上げましょう。くそ待てー。うぅ、なんとか間に合った。お父さん来てくれたんですね。遅いぞ孫。それにベジータ、遅くなってすまねえ。お前らは下がってろ、邪魔だ。俺のいない間によくもやりたい放題してくれたなフリーザ。ようやく登場ですか。待ちくたびれましたよ孫悟空。それにベジータさんも一緒だとは意外でしたが。貴様この星に何しに来やがった。わかっているでしょう、復讐ですよ。特に孫悟空、あなたにね。おめえまだナメクセでやられた時んこと恨んでやがったのか。当然です。あなたから受けた初めての敗北、死んで地獄に落ちた時も再び蘇ってからも忘れたことなどありませんでしたからね。この恨みを晴らすため私は帰ってきたのです。これまでしたこともない激しいトレーニングを積んで。おめえやっぱただもんじゃねえな。根っからの悪人でなかったらいいライバルになれたのによ。惜しいな。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。ベジータ、悪いが先にオラだけでやらしてもらえっか。どうやらフリーザーのやつも同じ気持ちらしい。いいだろう。だがもたもたしているようなら俺がやるぞ。サンキューベジータ。おめえがオラをどんだけ恨んでるかは知んねえけど地球はやらせねえ。今の私にとって地球など些細なことです。あなたに復讐できればそれでいい。さあこのフリーザ様の新たな力に赴くがいい。来た。スーパーサイヤ人。普通のフリーザだね。レベル 160? なめてんの。160なめすぎでしょ。まあ、まだ本気じゃないからね。まだそんなもんじゃないよフリーザは。嘘、もう終わった。なるほど、あなたも随分と強くなっているようですね。おめえだってあん時に比べてかなり強くなってんじゃねえか。よかったですよ、訓練をしておいてね。なんか隠してんな。よくわかりましたね。念のためさらなる進化に挑戦しておいて正解でした。持ってつけねえで早く見してみろよ。いいでしょう。それではお見せしましょう、私の新たなる進化を。
すげえ。なんて来た。わかりやすく金色にしてみましたが、単純すぎましたかね。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言いましょうか。でもただ色が変わっただけではないのは分かっているようですね。ああ、ワクワクすっけど、ここまでとは思わなかったから、ちょっとドキドキもすんな。へえ、フリーザのやつかなり力をつけたようじゃないか。たかが復讐のためによくも努力したもんだ。さすがの悟空も今回はちょっとヤバいんじゃないの。フリーザさんのパワーアップは驚きましたが悟空さんたちも決して負けていませんよ。よし、オラだってパワーアップした力見せてやる。交代だ。ひっ、時間だ。変われ、カカロット。そんな、これからが面白いっちゅうのに。うるさい、ここまでチンタラやってる貴様が悪い。次は俺の番だ。だよ。何？次はベジータさんがお相手ですか。あなたが私に勝てるわけないでしょう。そんな、まさか。そうか、貴様は知らなかったな。俺様もなれるんだよ、伝説のスーパーサイヤ人に。さらにそれを超える存在にな。さあ続きをやろうぜ、フリーザ様よ。本当に貴様に勝てないかどうか試してみやがれ。ふん、少々驚きましたが、私があなたより上にいることは変わらない。思い知らせてあげますよ、宇宙の帝王たるこのフリーザの真の力を。レベルいくつ？170。なめてるだろ。170はなめすぎだって。余裕だ。おっと、いや、ダメージ与えきらんでしょ、こっちに。あ、こっち多分ダメージ1しか与えらんないよ。大丈夫？あ、でもダメージ、こっちのダメージそんな入らんね。HP は、結構高め。だね。HP は高め。そこだけはね、ちょっと認めてあげよう。お、本気。ヒートアップしたけど大したことはないでしょう。おっと、いや全然よ。ああ、なるほどなるほど、寄ってくるわけね。でもそんなことをやったって。ああ、まあ食らうなと思ったけど、ビッグマンアタックがいいか。あ、ビッグマンアタックが無難だわ。おっと、突き抜けてきやがった。一応170の、まあ、レベルではあるけど、それ以上の強さはあるね。うん、170以上の強さ持ってるよ。ああ、なるほど。一発じゃん。一発。かっこいい。楽勝すぎ。こんなもんなの、ゴールデンフリーザー。貴
貴様はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。何？はい、ということで今日はスーパーサイヤ人ブルーのベジータを使ってゴールデンフリーザと戦ってみました。まあ弱かったね。レベルが低すぎる。250ぐらいのやつでも全然良かったんだけども、まあこういう感じです。で次が悟空で戦いますので、そっちもねチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。 So yeah!